以前 CGN フォーカスでは有志のゴスペルシンガーたちが企画した復興支援のための祈祷会を取材しました。今回その時と同じくゴスペルシンガー、クワイヤー、ワーシップリーダーたちによって復興支援チャリティー CD がリリースされました。そして去る12月16日、神奈川県川崎市パズコーヒーショップにて CD リリース記念ライブが開催されました。私たちの心がやはり本当に舌を向かないように、賛美っていうのはやっぱりそういう力があるなというふうに思います。私たちの思いをはるかに超えて神様が働かれるので、ぜひ私たちは皆さんが本当に口を開いて歌うことが、ああできたらいいなって、聞いたものを口ずさむことができたらいいなというような、そのような心の支援を思わされています。ライブに出演したアーティストは CD に収録されています。出演順に横山大輔&和子、三浦舞子、葛葉、サムエルソング、向井香織、塩谷達也、塩谷美和、阿波の恵み、ゴスペルプレイズマスクワイヤー、神山美沙、サルーキー、坂上悦子。ライブでは登戸エクレシアキリスト教会の青木牧師によって震災支援の体験談が語られました。青木氏は東日本大震災の支援活動中、あまりの身元不明者の多さに悲しみと怒りの感情があふれてしまい動けなくなったこと、しかしその時に口ずさんだゴスペルによって気持ちが支えられたと語りました。その渦中にいる方たちというのは本当にそのもう視野が狭くなっているというか、もう仕方ないんですけども、だったらなおさらこの音楽であったり、励ましの言葉であったり御言葉であったり、神様がその言葉をくださり歌をくださると思うので、その助けになるために私たちこのクリスチャンが使わされていく、そういう時代じゃないかと思っています。会場にはおよそ100名が集まり、アーティストの歌声に耳を傾け被災地のことを思いました。ライブの最後にこの CD のテーマソング、作詞長澤貴文、作曲 GRP 長澤貴文、私を守る方が出演者全員によって披露されました。行った時にやっぱりこう傷ついている方々と出会って、こうなんだろう、一緒に傷ついたようなそんな気持ちだったりとかすごい感じていたので、今回この機会がすごい、励まされたなと思います。神様が一緒にいるっていうそのメッセージがすごい心に響いたなと思って、何かできないかなと思っていても何もできない毎日なんで、こういうことを通じてちょっとでも力になったらいいなとは思います。被災地のために1000円以上の募金をすることでこの CD を手に入れることができます。ライブ会場に来なくてもネット募金から手に入れることもできます。集められた募金はすべて被災地の必要のために使われます。この CD にはクリスチャン一人一人が世の光として日本中で輝いてほしいという願いが込められています。